久しぶりというかうん、うん、久しぶりのスクリーンというかうん、うん、映画の現場とかうん、うん、まずそこら辺どんなこう気持ちで入っていっていややっぱりあのなんかこう前までこう毎日お芝居するっていう状況がこう続いてた中で半年お休み頂い,いてなんかその中でなんかこうお休み頂けたかよかったこともあったんですけどやっぱちょっと久々の現場ってなるとあれみたいな。 カメラの前でお芝居するってどんな感じだったっけって思ってやっぱ両方ありますだねそれはなんかこううーんやっぱ今までといろんな状況が違うっていうのも分かってるのでえなんかどんな風になんに見られるんだろうとかっていう不安とか宗教家系女優って誰も 何それっていいう感じじゃないですかだから自分で選んだ道ではあるけれどもそのビジョンみたいなものがなんか今まではなんかとにかく必死に目の前のことをこなすだけだったりとかする中で自分でどうしたいとかどういう目的を持ってでこういうふうになりたいって自分からビジョンを明確に描いて進んでいかなきゃいけないのって結構大変でいろんな人の意見とかも。 なるるべくこう聞く聞ようにはしてるんですけどもその中でやっぱりなんだろう,うーん聞きすぎちゃいけない部分と聞くべきところと参考になるところと傷つけられるところとそれは Twitter、まあ、とか SNS を結構やってるのでいろんなところでそれを感じたのでんかすることはありました、うん、今までは何か役を演じる時に何か身を削るっていうイメージがすごく強かった。 なんで,すよね、でもなんかそうじゃなくてその身を削り法のお芝居じゃなくてこれからは何だろうな学んだこととかも取り入れながらも自分から作り出していくっていう削るんじゃなくて作り出していくみたいなちゃんと自分の軸を持ちながらなんかそう徹していかなきゃいけないな前まではもう本当に自分の人格も全部丸投げで役に投じちゃってたのを。 でもそううするとと壊れちゃっってこともよくかったのでどんな役に生きると役の幅ってすごいなるけど、うん、そこまではあまり求めていなくてっていう,うん、うん、そうですねもうなんかもうこれがこの作品はこういうなんかことが伝えられるとかこの作品だったらきっと見た後に明日も頑張ろうと思えるとかっていうものを自分が自分自身が強く感じられたのならもうどこまでも なんか、どこまでも削れるし、どこまでも作れる。やっぱりそこをちゃんと自分で見極めて、だから、もったいないって言われてるのも、すごい痛いほど聞いてるし、耳にたこができるくらい聞いてるし、分かってる。分かってるから、頑張るぞみたいな、そういう気持ちでいます。日常の生活とかっていうのは、結構変わった部分とかってそうですね、まあでも、前はもう結構、 もう目の前のこと目の前のことで必死だったんですけど今はやっぱりなんかそうですね宗教家らしく禅情とかをしたいこれちょっと自分をこう見つめる時間を取れたりとか、まあ、あとやっぱりこうなんていうのかな宗教家ってなんかこう限界がなくてその勉強しなきゃいけないところまあそれは個人の意識の問題になってくると思うんですけどやっぱり。 政治も経済も勉強していかなきゃいけないし英語も勉強していかなきゃいけないし宗教あのそのいろんな宗教を勉強していかなきゃいけないのでそういうなんか勉強をする身になったんだっていう違いが一番大きく感じますね。うん、なんか相反するものじゃない,のかなっていう確かに最初はかけ離れたものだからいやもうどっちかじゃないと無理でしょみたいな感じで思ったんですけどなんかその意外に 離れてるって思ったんですけどこう物語とかドラマとかってやっぱり人と人の心とか意思とかによってこう織りなされていくじゃないですか目的持ってみんな生きてて。でやっぱりそういうなぜ人はなぜ生まれてで死んだらど,うどこに行くんだろうとかっていうそのなんていうのかな宗教的な根本 にやっぱり基づいいては人は人ややっっぱぱりりる,ると思うのでやっぱりそのでそ宗教的な悟りを高めていくことと自分が女優として伝えたいものを伝えていく人になるっていうのは意外に比例していくような気がしていてだからこう大変ではあるんですけど両方っていうのだからなんかでも離れたものに折り合いつけるっていうよりはなんかこうなんかそういうことではなくあ同じ方向に向かってるんだ一緒なのかな本来はっていうふうに。 最近思うようよになってきましたやっぱりすごく娯楽的なものっていうのはやっぱりあまりこういやでも娯楽も好きなんですよね <laughs> やっぱりあこの人見てかっこいいとかあこのなんかね見てか,かわいいってなったりとかこんなふうになりたいとか思うこともやっぱりそれはやっぱり芸能 がこうそのなんか人のなんかこうキラキラさせるやっぱり素晴らしいなんかお仕事だなってやっぱり思いますしやっぱりまあ変態仮面とか <laughs> なんかもうあいもうもうキラキラだってスッキリしてみたいなやっぱりあるべきかなってやっぱ私は好きなのでそういう作品またそういうのもやっぱやっていきたいなってだから両方なんかこうもうなんかプラスになるんだったらいいなみたいな幅広く。 だから相変わらずいろんなことやりたいなって思ってます。こう真面目に王道は貫いていきつつも、でもやっぱり楽しいなとか、ワクワクするなっていう作品とかにもいっぱいやりたい。